すいません、まずちょっと言い訳です。からさして、俺ねピクミン製なのよ。でピクミンみたいじゃないですか、左側にいるプニプニ族って。であ、そうだ、俺パワー回復しとけばいいかな。なんつったらいいかな、左下の表記がピクミンで見えるぐらいピクミン製なんですけど、すげえ嬉しい。ここは本当にねピクミンと同じ動きをプニプニ族がしてくれるじゃないですか。でそれですごい感動してるんですが、俺はそれが裏目に出るとは思いませんでして、それはピクミンとちょっと違う動きに納得がいかない動画に前回なってしまって、頭痛くなって眠くなって終了したことをお許しくださいませ。でここにこうやって いるやん。で俺今分かったんですけど、牢屋の中にもいてさ、その牢屋の中のやつは出し方をずっと分からなくて、先入観やねピクミンの。だから普通に何もしてなかったらさ、それがすぐ分かる問題とかも分からん時ない。なんか一回分からんかったら何言ってるのか分かる。あ、そうね、ここね、今も残しといたやん、11匹ここにさ捕らえられてるところまで11匹連れてくるとややこしくなるんですよ。なんかこの中に入らなかったりして、でここでこうまとめて、まとめるっていうのは B ボタンであるじゃないですか、ピクミンにも。間違えた、無駄蹴り、ごめんなさい、ごめん、あの子にとってごめんなさい。でこれで夫婦吹くのも、まあシャボン玉から想像しろよってことかもしれない。だから俺が謎解きが悪かったと思うけど、ここにほら来ない人たちいるやん。これこの動きがすっごい嫌なのよ俺。これもう全部綺麗に来てと思わん。あのピクミンのランダム性は勝手にさ一人転んでしまったりとか、勝手にずれて落ちちゃったりとか、そういうのは大丈夫なんですけど、本当微妙な違い分かってくれますか。で今あれいるよね、一匹来た来た来た。あれの呼び方が分かんないですよ。でなんかはぐれたら私のとこ来るんだよとおばあちゃんがなんか言ってたの最初に。それもよく分かんないですよね。行くのがすっげえ遠いから行きたくないっていうか、あ、しまったんじゃない今。ついてこないんじゃないこの人が。ついてくるんや、あれついてくるっけ。なんでついてくるんかも分からない。これも嫌なんです、僕嫌な文句ばっかね。まあそもそもここに入れるやろうっていうのもあるんですけど、あの子たちちっちゃいから。本当はこれを持ってる人にしかついてこないからね。でもあそこについてこようとして土管のとこにも一緒に来たんかな。でほら今持つとほらまたややこしく上にこうなってしまう。でこう触りに行こうとするのは俺はピクミン勢の動きだと思います。来たかな全部で。こっからが初見だよな。このまま下に行けって言われてたんで下に行きますということですね。この人たちを連れて101匹だった。わあ、なんか俺さピクミンで麦製やってた時の気持ちないけど、あれ3匹足りんって。あと、あと何匹なんこれ。98やで、あと2匹いるやってね。ややこしいっしょこれ。一回これね、こっつけて先に落としておきますね。そしたらどうなるかやったことないんで。この時にピッピッピッってついてきてほしいんですよね、僕的には。なんで外したらこっち来るやろうと思う。であそこに台の上に乗ってる、この台の上に乗ってるのは賢いよね。ピクミンの場合は絶対何匹か落ちてるからね、ピヨーって。いた、あー、いた。そうなんや。じゃあこれダメなの、あれ持ってこないと。あ、ここでついてくるんかな。あ、ついてこない。これついてこないのも嫌じゃないか。絶対ついてくるやん、ピクミンやったら。今の状態やったらさ。あの、俺、細かいこと言うなってよく怒られるんですけど、本当にそれ、納得いくことに対しては俺めちゃくちゃ褒めるから、許して。つうのも、なんでついてこれなくなってるんかの、説明を欲しいんですよ。でこれないのについてきてたが、だって俺の中ではそこで、これを持ってる人についていくんやったら、俺ここ通ったらさピクミンなら落ちてきちゃうと思うんですよね、上にいるやつらも。それは落ちてこないですよね。こんだけ文句言ってるけど俺このゲームは好きなんですよ、許してください。だから高評価つけてください。あの低評価が多いこの動画なんで、すぐブロックしてます、すいません。最近ブロックっていうのを覚えたんです。
が持ち歩かないのかって、こう言ってこう、あ、謎がめちゃくちゃ、これね、人の話聞いてれば全部解ける謎ってわけでもないところ、はこの難易度は絶対面白いんやって。けどさ、頭痛とか眠気になるので、それはプラスですよ、もちろんプラスの意味ですけど、こんなに難しいと思わなかった。謎が難しくないんか、これ。みんなゼルダの方がよっぽど簡単なんですよね、これ。なんで101匹が集まったと、やっとやで。で、どうなる、どうなるんやったっけ、どんなんやったっけ。100人乗れる台がどっかにあって、あるか。そもそもこのさっき出てなかった人もハート満タンにあれでなってるんかな。なってくれてる、嬉しい。あの8コインってめっちゃいい。あ、ほら今この状態で右下に落ちないっていうのも、あ、そう。しかもこの水のとこなんてむちゃくちゃ怖いけど、ピクミンやったら絶対落ちないっていうところは楽で安心です。絶対落ちるでね、そう。管理しに行かなあかんで、で、管理しに行くのも可愛くて楽しいのがピクミンやけど、こっちの場合はちょっとイラついてしまう可能性がある。助けに行くことに対して。あった。いやー、気持ちいい。なんか本当にピクミンやってるみたい。ピクミンってこんなんやからさ、さっきの動画でも言ったかもしれないですけどさ、チキンさん、ツイッターに顔出ししたチキンさん、最近のギャルみたいな、イケてる人やっていうコメントもいただいてましたけども、本当にそういうチキンさんが、なんてこう、そのチキンさんがさ、車好きで写真いっぱい撮ってたりとか、そのチキンさんがこのソフトを郵送してくれてたっていうことが、もうめっちゃよく考えたらすげえな。なんかもう一回匂い嗅いときますね。セクハラやん。セクハラなんかこれ。あ、来ました。っていうチキンさんがおすすめのゲームだから楽しいし、新しいのもチキンさんは買ったってツイート見ましたから、それ一緒にやりたいなと思ってます。嬉しい、それも。めっちゃ。で、写真を公開して、ざわついてるんで、周りがなんか。ね、その YouTube の写真、俺ね、何個か YouTube で見たことはあるんですよ。その YouTube の近い時期のものやと思うんやけど、インスタグラマー側でしたよね。なのにこれがおすすめってめちゃくちゃ可愛くないですか？なんか。わかる？この偏見。偏見でしか言わないですけど、僕。偏見って、違法の偏見やろ、これは。お願いします。来ましたね。こんな簡単に取れるはずはないと。ボスか。ボス強いんかな？あ、ボスも見破れって言ってたな。先にクリスチーンに仲間にしとこっか。でも、息吹きかけなあかんかもしれないね、この人にしとこう。何ですか？事件爆弾、大きな木も吹っ飛ぶ、かわいい。あ、これか、大きな木って。あかん、あかん、本当の時間や。300秒ってことは6、5分。やばいやばいやばい、危ない危ない。どこ行けばいいの俺、どこに行けばいいの。え、こっちじゃないの。あ、敵いるし。やだ、まあ、そんな時間ねえよ。まあ、逃げられないやったじゃないわ。あぶね、忘れてる。でもあんま強くないですよね。本当強くてもいいと思うけど。時間？やめてやめてやめて、時間ないのに。トップになったやって。やだ、時間ねえのに何知ってんってこの人。やばい。めっちゃ長いかしてる。時間よ、止まれしてる。どこ行くの。いやいやいや、違う違う、今こっから来てん。やべ、時間ねえのに。あー、どこ引っかかってる、引っかかってる。ちょ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 、入るんやけど。
手動で開けるな。上に行けばいいかな。どんどん上に行けばいいっていうことかな。ダッシュ強いから。あ、だから近くにちゃんと上の設計がされてるのはありがたいですね。上の土管に戻る設計が。敵いるな。あれどうやってどれやろう、わからなかった。入れねえとこいつも俺。ああ入れねえ。やばい。何してくれてんのこの人。やば。どうすればいいのこれ。あ、そっか、このハンマーの技でこれか。1しか当たらんのかよ。この吹き飛ばしがさ、未だに分かってないから練習しよう。いや、分からん。もう分からんままやわ。全然一回分からん。ビリビリ終わってくれないとしゃあないわ、こんな。あ、2当たったラッキーや。めちゃめちゃマジックポイント使ってるやん。時間がそれよりも何よりもないんですよね。やばすぎる。どこ行くんだ。よし。おお、あ、これやるの。もう一回いかんところもなんかあれじゃないか、変じゃないかこれ。嫌じゃないか。このピュピュピュって音ピクミンと一緒やね多分。そこら辺もなんかでも結構時間ギリギリなんじゃないかこれ。やっぱあ持ってきてない、やばい。時間ギリギリやし、このジャンプもギリギリやし、何回も落ちてるし、あの人どこに。セーブしたらやばいんじゃないか。え、時間きない、マジか。こんなことある。激ムズなんですけど。もう一回やろうかな。一回途中でセーブした方がいいやな。
この現象なんなね、いやーしょ、おお、たまたま見つけた、外れ、なかなか入りづらいからそこは嬉しかった。あれ95になってる、なんやこれ、さっきのがうまくいったの、あれ中にいるの、またこれに当たったらさ間に合わないけど、敵にから逃げる方法だったっけ、それから敵を避け
寄せ付けない方法だったっけ。まあいいや、セーブしちゃったからこの動画で一発いきましょう。この動画内で何回かやり直しながらいきましょう。いつも間違えちゃうね。それで星のかけら取ったんやけど、しまった、まさかの。一緒か、ターン数的には。一回あっちが入ってたか。てか当たったか、あ、いいんか、今の戦わなかんねんな。先のフラワーやな、取ったかんの。取ったかんっていうか。で、上行けばいいんやね、多分。まあ、セーフしたからいいか。戦ってる暇ねえっつの。いやもうすげえや、マジかよ。何のやり方あってんかな。さっき行けんかった方がいけるわけないけん。さっきもう一回敵当たったっけ。難しかったよ。あ、ノゴさんでもいけるんか。あ、さっきのやつ逃したやろ俺。しかもこれ取ってよかった。え、何匹が何になってんの今。うわ、下にいんの？どこ行った今の？何76匹しかいないこれ。どこにいる？やべ。どこで逃したろ俺。また失敗か。いや絶対逃してないな。シャボン玉になってるよな。うわー、やっぱ難しいなこのゲーム。置いていってみよう。ここでセーブしたらマジでヤバくない？どんなになるの？セーブしたらセーブポイントあるけど、大人で飛べたけど 10？ さっきよりなんで時間早いんやろこれ。76匹じゃヤバいよね。一応下見ということで。あ、でも5秒しかない。マジか。
難しい。30時間って本当にクリアできるのかな？もう7時間ないけど。え？何だっけ？
まさか間違えたんか。きついな。もう一個の土管か。でもさ、まだ80秒残ってるんやけど、戦いが長かったってことですね、やっぱフラワーとの。途中で外れるだけはやめてほしいな。うわー、これ無理なんかな。またあと1分。なんでセーブポイントにあるやろ。いい調子の時にセーブしておくべきなんかな。マジで無限ループ落ちると思うけど俺。あー、77ならんといてほしい。マジで嫌だ。あ、101になってよかった。で、なんで覚えてない地図。これ難しいゲームやで。これチキンさんクリアできたやん。これすごいな。またかよ。できなかったのか。あれ？分からんわ。ごめん、別セーブにしよう。すいませんでした。